はい、こんにちは、榊アンナです。今回はですね、初の試みということで、ゆいさんのチェリー、これを替え歌にしてみました。聞いてください。小さな箱の中、空っぽのまま静かに印刻んだ。いつまで待てばいいの、じらされるのはいつも私ばかりで。どんな意地悪されたって、君のその笑顔があれば何でも許しちゃうよ。だって好きだから、ちょっと背伸びして、少しでも君に近づいて気になってた。可愛いねって笑う、そうやって肝心なことをごまかして。褒められるのが嫌ってわけじゃないけど、私が欲しいのはそんな言葉なんかじゃないんだ。わかってよ、してしまいたい。もしも願いが一つ叶えられるなら、もう一度なんて言わないから、二人出会わないように時を戻して。いつも言えないたった二文字の伝え、I love you。 ありがとうございます。